当社はですね、まあ、スポーツをもっと身近にというパーパスのもとに、スポーツ用品の販売を主に、事業として進めている、まあ、スポーツ小売の企業です。まあ、現在では、スポーツデポ、ゴルファイブ、アルペンアウトドアーズといった店舗を全国に、400店舗以上展開しております。まあ、昨今の気候変動や、環境破壊によってスポーツやアウトドアを楽しむために不可欠な自然環境が失われつつあることによって、そこに対して非常に危機感を感じています。で、2020年から本格的に社内で、サステナビリティを推進する組織を発足して、活動してきました。その時代に生きる全ての人に、スポーツがもっと身近に楽しめる社会を、まあ、持続していくことを目指して、自然環境を守るアルペンのグリーンプロジェクト、スポーツ愛好家を育むアルペンドリームプロジェクトの2つのプロジェクトを軸にサステナビリティ活動を行ってきています。で、中でも酷暑とか、暖冬といった気候変動の影響はスポーツを楽しむ機会を奪ってしまう可能性があるため、気候変動の一因である CO2 の排出量の削減に力を入れて、2027年までに2015年対比で 50% 以上の CO2 排出量の削減を目標に取り組んでいます。CO2 排出削減の取り組みとしては、これまでは店舗の、照明を LED に切り替えていくことで進めていたんですけれども、まあ、全店舗への導入が完了したために、まあ、さらにもう一段階、取り組みを進める方法を模索してました。で、その中で、すでに導入実績のある企業様から、PPA サービスの内容を伺いまして、まあ、当社でも導入できないかという検討を始めました。で、同時期に、まあ、ウクライナ情勢後の、まあ、電力単価の高騰も始まり、まあ、今後も電力単価の、高止まりが見込まれる中で、20年間電力単価を、固定できることはコスト変動のリスクを抑制することにもつながると判断して、導入に向けた検討が本格化しています。やはり解約フリープランというがことがあることが非常に大きかったです。小売業にとって店舗 のスクラップ&ビルドは常に検討していく必要がありますし、PPA の多くは20年といった長い契約期間になりますので、万が一、退店時に違約金ですとか、太陽光パネルを撤去するコストが発生しないことは経営の側面からも安心できます。で、さらに、余剰循環モデルという形で、再生可能エネルギーの発電量がより大きくなり、まあ、他の電力利用者様にも、再生可能エネルギーを供給される仕組みということも理由の一つになります。千葉の方のお店で、御社のサービスを始める前に、太陽光パネルの導入はしていたんですけども、それはあくまでも余剰ではなく、自家消費、要は太陽光で発電したものを我々の店舗が使うというモデルでしたので、まあ、その余剰でさらに大きく乗せられて、私たちが使わない分は他の、第三者の方に再生可能エネルギーを使っていただけるというところはすごく魅力だと思いました。まあ、導入決定後にですね、実際にその建物に、太陽光パネルが乗るかといった、まあ、構造計算などを進めていくんですけども、やはり中には一度ですね、難しいという、御社側での判断が出たものがあったんですが、そのような物件に関しても、まあ、導入に向けて、まあ、市民にサポートいただいて、我々からの弊社の、設計事務所を紹介して、最終的に太陽光パネルを載せるということにこぎつけることができた物件もありました。で、また定例でですね、工事の進捗状況だとか、打ち合わせとかも、密に、行ってまして、良好なコミュニケーションを取ることができています。まあ、導入決定まで、を振り返るとですね、やっぱり複雑な電力のですね、単価の仕組みですとか、まあ、PPA サービスの導入によるメリットというものを社内説明して、まあ、社内の人間に、まあ、役員含めて理解を得るところにはすごく苦労しました。記者の方にサポートいただいたおかげで、まあ、なんとか導入につなげることができたと感じております。やはりですね、今電力の高騰というのが、まあ、一時的なものではないかというご意見は多くてですね、長期で見た場合に本当にそれがコストメリットになるのかというようなところは、まあ、理解していただくまでにはすごく何度も説明した上で
ご理解いただいたというところがあります。同時に御社の方でも単価ですねの面に関しては非常に努力いただきまして、頑張っていただいたおかげで会社の理解も得ることができました。はい、やはり今 CO2 の削減というものは、経営にとっては非常にもう避けては取れないものになってきてますね。そこが、太陽光パネルを導入することで、CO2 の排出量の削減も望めますし、同時に、コストのところでの、メリットも出るというところで、はい、導入にこぎつけております。建物をですね、自社所有している物件の検討はですね、すべて完了しておりまして、現在は建物賃貸借物件、オーナー様から建物を借りている物件に対しての、太陽光パネル導入を検討しています。で、建物オーナー様の場合ですね、そこへのご理解を得ていくということになりますので、今まで以上にですね、ハードルは高くなりますけれども、再生エネルギーの比率を高めて、CO2 の排出量を削減することで、当初の目的、気候変動の抑制に寄与していくともに、電力コストの変動リスクも抑制を図っていきたいと思っています。